はい、おはようございます。今日ね、白川、すごいいいレベルの白川の、まあ、中場の大きさですね。パンパンのやつ、いいやつが入りました。まあね、これを捌く上でね、また僕の友達が、兄先でやられました。これね、前から言うように、この白川、この白川は、太平洋側の白川です。で、太平洋側の白川、まあ言うなら太平洋瀬戸内海側とかあるんだけど、太平洋側から入ってきた海流からすれば、基本的に瀬戸内海の、水域で取れたやつなんですが、じゃあこの水域の特性っていうのは、ストレスのある漁法で取ったものは、胃袋を食い破って、もう身の中に入っていくんですよ。これ太平洋側の兄サキスの特性ですよね。で日本海側の兄サキスの特性は、基本的にもう全体にいます。で、そこまで強く活発く動かない。でも、そこにずっと、じーっと寄生しているって、そういう特徴あるんで、じっくり見るとね、全部わかるんですよ。タラにしてもそう、マダラにしてもそう、スケソウダラにしてもそう。全部入ってます。だからそこをね、じゃあ刺身食べる機会が多いのが、基本の鯛、白身の鯛であり、アジであり、カツオであり、イカであり、あるんですが、昨日もちょっと話になってたんだけど、イカ。でね、基本的にまずアニサキスを心配しなきゃいけないのが、スルメイカなんですよ。スルメイカの他に、じゃあどういうイカがあるかというと、アオリイカ、それからヤリイカ、等々ありますよね。じゃあ、ヤリイカっていうのは派生すると今度赤イカとなり、白イカとなり、そうなってきます。ってなればね、そこで、食性を見るとね、基本的にね、99% いないんですよ、アニサキはね。ただ、100% はこの水温上、完璧ではないので必ず白身は見るんだけども、100%、逆に言えば 100% 入ってるのがスルメイカ。だから、あとはね、じゃあこの白川はどういう漁法かというと、これは釣りなんですよ。だからストレスのない取り方をしているので、この今から捌く内臓から抜けば基本的にもいません。身の方には。ところが、網で取った魚っていうのは、網でこう、もっとこんなね、何キロ、ね、10キロ、何百キロでこう、抑えられるわけですよ。そうすると、中にいるアニサキスが、魚体が何かが起きたって察知して逃げちゃうわけ。そうすると、この身に入っていっちゃうわけだから、それをね、じゃあそれをどこそこの港直送とか、何直送とかで、漁法をこだわらないで、鮮度だけを追い求めて、鮮度がいいから刺身にするって、それはもうど素人なんですよ。鮮度が良くて刺身になるのは当たり前であって、そこの漁法、で、その水域、それから水温の温度。だからこれちょっと今日のこの水域でならばね、気をつけなきゃいけない。どういうところを気をつけなきゃいけないっていうのは、全部やっぱり想像しながらやっぱり仕入れなり、刺身なり、献立なり考えていかなきゃいけない。だから、その辺のことをね、よく考えながら、僕もね、きちっと、細心の注意を払って、そして、安全な食を届けるっていうのがね、やっぱり職人なんでね、その辺ね、僕も含め頑張っていきたいと思います。以上です。